気になるお店です。今日こちらにね行こうかなと思います。酒井さんのよく通ってる昔からですか？昔からですか？10年ぐらい知ってる。あ、10年前から知ってる喫茶店だけどお昼はランチをやってるということで、そうです。今日今、1時過ぎぐらいなんですけど、ちょっと行ってみようかな。こっちのお店のね許可をいただいての存在になる。これメーカーとか分かったりするんですか？エアエース、空気清浄機。あ、なるほど、日替わり。そうそう、あ、日替わり定食がランチみたいな。そう。あ、なるほど。で、2種類から。あ、なるほど。で、エビフライ、結局サワラっていう。そうそう。で、ないとしない。ミートして。あとで気がついた。でも、時間も2時ぐらいなんですかね。ある限りですよね。ある限り。そうそう。数が早く終わる時もあるし、いう。すぐなくね。ランチが。11時半じゃ、11、どっちだったっけ？今日はエビフライとサワラの味噌漬け。味噌漬け。好きな方で。僕エビフライ好きなんで。じゃあ私サワラでお願いします。よろしくお願いします。すごい。いやーすごい。実は2度目なんですけど、やっぱりこの雰囲気が僕好きで、また再び酒井さんにお願いして。お店の方にもちょっと無理を言いながら。おー、すごい、ありがとう。ありがとうございます。お味噌汁もあるし、あとコーヒーもついてるんよ、はい、これで。これすぐなくなりますね、確かに。注文美味しい。すごいボリュームですねこれ。昔はやっぱこの通りとかすごい人が通ってたんですか？そうですね。なんかあの三丁目劇場みたいになったじゃないですか。あの時とかもすごかったですか？すごかったんですか？あ、もう映画館もあったし、時代が。映画館あったんですか？映画館があそこの、今はもうそこの今時計台じゃないですか、時計台から左に行ったら両脇。ああ、映画館あったんですね。そうなんかその、まあ、大人のえ、ね、そういうシアターみたいなのは一つ。とかいろいろ松竹とかに結構ありましたね。最後はどれぐらい、もう20年ぐらい。20年ぐらいなのかな。なんか お話によれば、なんかこの表町の中で一番盛り上がってたのが千日前ってことですよね。そう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 、ちょっとびっくりして。
ちょっとお水もらおうかな。お水これ一つ。ね、あ、はいはい、あの辺とかも割と定期的に、はいはいはい、若い子が行ってる気はする。すごい人数じゃないけど定期的にねしてる感じ、うん。こちらの店が40年になるんで、まあ、それぐらいの間に映画館が なったというか、それから10年、20年ぐらいしてだんだん変わっちゃったのかな。映画館あるの知らん。確かにそうですよね。いや、その年変わらんけど知らん、その田舎におったから、ここね、1、2年岡山におるだけだから、ほら、もともと。そうですよね、映画館。映画館知らなかった。だってもう70年も前。あれですもんね、だから要は、商店街には、まあ、宝冠町商店街にも映画館があって、なくなったって言ってるんで、多分、だから商店街に絶対どっかあったんかもしれん、かもしれんですね、なんかだって昔は日向でも映画館あったからな。あ、私はちっちゃい時はあの田舎でも映画館あったからな、一応な。あ、娯楽で昔は何もないから映画館あったのよ。まあそうですよ、テレビとかもね、あれだったよ。どっかの家に集まって見る時代だったから、そう映画館あったのよ昔は。まあ、要はまあコンビニじゃないですけどスーパーに近い形で、ね、あったかもしれないですね。映画館と銭湯はあったのやっぱり昔は。みんなお風呂がない家もあるから、映画館と銭湯は地元でもあったんですよ、田舎でも。で今はもう何もないよ。コンビニがかろうじて一軒あるぐらいで、もうお店もだいぶ小店も潰れたし。もう ちなみにあのこの辺には昔銭湯あったんですか。あった。あ、じゃあもう本当に中心だったのかもしれないですね。今だったのあっちの飲み屋街、田町の辺に行ったら、田町温泉があるよね、まだあるけど、ね、うん、だよ、今でも中銀の本店の裏の方にもあるみたい。丸の内？そう、丸の内にもあるんだって。あ、でもそういうことなんですね。その喫茶店はその待合の場所だったりとか商談の場所だったっていうのがあったんですけど、もうデジタルな、ね、世界になってそういうのがなくなって、まあ、今ここに来る人もゆっくりね時間を楽しみたいとかいう人たちが結構こういう喫茶店に集まってるのかなって思います。